今日はね、ラジコンカーに必須アイテム。これ何かわかります？パーツクリーナーです。これはタミヤさんですけどね、パーツクリーナーのお話をしていきたいなと思います。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今ね、冒頭に必須アイテムって言いましたけども、ですね、まあ私の言う必須というのは、競技でラジコンカーですね、競技としてこうサーキットで走行させていきたいという場合において、そうですね、必須ですね、必須ですそして中級者以上でこのラジコンカーを楽しむときに工具箱なんかにパーツクリーナーを入れていない方はいないと言ってもいいです。まあ所有率 100%、 もしくはまあ忘れてしまったとかねとちょっと仲いい友達と借りる前提とかっていう状況はまああるのかなとは思うんですが、基本的にはもう自己所有率 100% のアイテム。これね、何に使うのかね、何に使うと思いますわかりますよね。パーツをクリーニングするんで、まあどうでしょう、あまりこうラジコンカーにね、そこまで今深入りしたことない方ですと、まずパッと思うのがやはりこうパーツの洗浄ですね。例えばベアリングなんかを掃除するんじゃないかとか、汚れた部分を掃除するんじゃないかって思われると思いますね。その通りですその通りなんですけど、実はそうですね、役割として、例えばそのパーツクリーナーなくても、それは最悪ちょっと頑張ったり、まあ、ハケとかティッシュとかを利用してね、まあ、どうにかなったりするんですけど、パーツクリーナーないと絶対ダメという状況があるんですね。それがなんとタイヤを拭く、これにつきます。タイヤを拭くために所有してるんです、ほとんどの方が。まあ、タイヤ兼、まあ、ちょっとこうお掃除にも当然使うんですけど、パーツクリーナーがないとタイヤは拭けないんですね。パーツの掃除っていうのは最悪違うものを使ったりして、今言ったようにね、こうなんとか掃除したりできるんですが、タイヤをクリーニングするっていうのはもうパーツクリーナーがないと、私の知る限りではない、まあ、ちょっとイレギュラーなものもあるんで、それは後で軽く一瞬ご紹介しますけども、まあ、基本的にはこのパーツクリーナーがないとダメと。でパーツクリーナーですよね、いろいろ種類があります。今日お話しするパーツクリーナーはまあ正直何でもいいですホームセンターとかで手に入る安いものでいいです。まあ、今日なんでこのお話をねするに至ったかというと、まあ、こういうお話ねしたことはあるとは思うんですけど、改めてしようと思ったのが、うちにね初心者さん、ね、結構おかげさまでたくさん見えるんですけども、初心者さんだとまずねパーツクリーナーを持ってくることは、ね、ほぼないですね。所有率 1%、 100人見えたらまあ1人2人持ってるかなぐらいの感じなんですが、まあ、それがある程度こうやってくると所有率 100% に変わる。それはこのパーツクリーナーでタイヤを拭く重要性のお話なんです。ですね、例えば、まあ一般的にね、じゃあここにちょっとタミチャレマシンがあるんですけど、ここにちょっとね私の TB05、 もう最近ちょっと桜井さん専用になってますが、この TB05 ですね、これに、まあ、タミヤのレーシングラジアルタイヤっていうのがついてますけども、例えば同じタイヤをつけているのに、こうサーキット慣れしている中級者さん上級者さんってすごいタイヤグリップしているなって感じたことないですか？グリップ剤が禁止のとこであってもパーツクリーナーも禁止っていうところは、まあ、あるかもしれないですけど、ほとんど私の知る限りではまあ知らないですね。まあ、後で紹介するちょっと強力なパーツクリーナーとか禁止のとこもありますけども、基本的にはそのグリップの差というのは大きなところではやっぱりこのパーツクリーナーをしっかり使っているのかどうかというところになりますね。でグリップレベル、特にこのラジアルタイヤに関しては、グリップの限界と低い、そんなにマイルドなグリップをするんですけども、特に初心者さんとかですね、すごく大事なお話をしますよ特に初心者さんとなってくると、当然ラインですね、サーキットのライン上を、まあ、思ったとこ走れないかったりとか、隅っこの方走っちゃったりとかね、コースアウトしちゃったってことが多くなると思います。あと車速も遅いですよね。でタイヤはですね、やはりこの特にラジアルタイヤに関して言うと、しっかり速度が乗って荷重をしっかり乗ることによって、タイヤの表面っていうのがね、どんどん
温度が上がっていったり、こう表面がこうグリップしてですね、表面荒れていったりっていう状況を保てるんですけど、初心者さんの場合ですね、そこまでそんなギュン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 走れないと、コースアウトもいっぱいしちゃう、ラインの外側を走ってしまうってなると、実はね、どん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 グリップが落ちていくんですね。そういうタイヤ、ね、表面がもうね、面圧かからないもので、一度一定の基準のよりも食わない状況のタイヤになってしまうと、逆にどん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 表面が研磨されていって、でもうさらにどんどんグリップしない状況になっていくと。でそこで重要なのがこのパーツクリーナーですね。これをですね、まあ、私のおすすめはあのタオル、なんかお歳暮とかお年賀とかで、私会社やってるからなんですけど、あるじゃないですか、温泉行った時のタオルとかあるでしょ、すぐボロ切れにしちゃうような、あのタオルがね、多分一番いいです。あれにパーツクリーナーをぎゅーっとたくさん染み込まして、ゴシ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 、かなりね、摩擦熱が出るぐらいのイメージでしっかりとゴシ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 やってあげると、その表面のテカリとかね、硬さっていうのが取れていってグリップ強になりますね。で早く走れるようになった方であっても、このパーツクリーナーって、これ結局油でできているんですよね。でちょっとここでご紹介します、これはタミヤさんの代表的なものですね。でこれが横もさんから出ている YTC ってね、これね、書いてあります、こうはっきりこれパーツクリーナーなんですけど、よくもタイヤコンディショナーって書いてありますね。グリップ剤とは書かないですね。あくまでタイヤコンディショナーって書いてあるのがミソだと思いますね。あとですね、これちょっと特殊です。これ禁止にしてるところも多いですね。強力脱脂洗浄、ワコーズの BC2 というですね、これね、これもはっきり言ってほぼグリップ剤です。なので、これを使うと食いすぎるとか、路面の方のためにですね、もうほぼグリップ剤のような感じがしちゃうので、これを禁止にしているところもあるかなと思いますね。そして、これですね、これもはっきり言って何でもいいですけど、これはモノタロウの大阪魂っていうパーツクリーナー、これね、結構見る方多いかもしれないですけど、これの一番の理由、これ単純に安い。それだけです。それだけの理由ですね。でホームセンターなんかでね、安く売ってると思うんですけど、基本的には、何でもいいです。もう本当に安ければ安いほどいいぐらいでいいですね。何もないよりはあった方がいいということで、例えばこれですね、これとかこれとかと比べると、実はグリップレベルはそこまで上がんないんですけど、パーツクリーナーも基本的には油分なので、油分を取るものとしての油分なので、なのでタイヤを浮かします、ゴムタイヤの表面をね。だから柔らかくなったりしてって、それで結果グリップするんですけど、ね、普段使いとか普段遊ぶのにね、わざわざちょっと高めの、これ使ってる方もいっぱいいますけどね、これ使わなくても、こうやって特に初心者さんなんかですね、今別にタイムにストックに向き合ってるとかそんなんじゃなければ、とにかくタイヤの状態を整えてあげるという意味で、このパーツクリーナーをですね、走行のたびに毎回必ず、先ほど私が言ったよう方法ですね、タオルなんかに染み込ませてゴシ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 、ティッシュとかでもいいんですけど、ティッシュだとね、力かけたらボロボロになったりうまく入らなかったりするん で使うタイヤとか条件下によって上手な人になってくると、もう表面スッと撫でるだけっていう状況も当然出てきます。例えば、夏場なんかね、グリップレベルがもうかなり高い時に、タミヤさんのね、最近で言うとミディアムナローレーシングタイヤとか、あの辺使ってあげると、特にこんなゴシゴシやらなくても表面しっかりとグリップするんですけども、冬場とか寒い時とかですね、そういう知識とかがねない方の場合は、とにかく、何も考えずに、まずは走るたびにパーツクリーナーをタイヤをしっかり拭いてあげると、ね、もう一度言いますけど、もしかしたらサーキットによってはね、パーツクリーナーも禁止ですってところがあってもおかしくはないと思うので、使う際には必ず確認していただきたいんですけども、基本的には概ねのところは大丈夫だと思います。で、この BC2、 これを禁止しているところはいくつか知ってますので、これを使う際にはご注意くださいね。で、あとこのタミヤのパーツクリーナーありますね、これは一番成分が弱いです。でお値段もこれ、900円とかね、確かしちゃうんですよね。これちょっとタミヤさんには申し訳ないですけど、別にこれ無理して使わなくていいから。ただしこれはタミヤグランプリですね。あと販売店によってはタミヤチャレンジカップもそうです。うちしばらくやってないですけど、タミチャレの時はこれしかダメって言ってるんですが、結局
パーツクリーナーもいろんな食い方がね、こういろんなものがあるので、パーツクリーナー何でも OK ってしちゃうとイコール化が測れなくなるので、特にタミヤグランプリに関して言うと、これを使わないとレースには出れません。これ以外のものをピットに持っていくだけで、状況によってはもう退場、退場はないにしても、まあ、レース出れませんよっていう状況もあるので、タミヤグランブランプリの会場に持ち込むには、これだけを持ち込むようにね、ぜひ、よろしくお願いいたします。まあ、そんなわけで今いくつかご紹介してきましたけども、もう一度お話しますね。とにかく初心者さんとね、安いものでいいです。これとかでいいです。一番安いものでいいので、パーツクリーナー一つですね、入手してサーキット持って行ってください。そうすると、当然ね、いろんなものの洗浄とかには使えるという便利さもありますけども、とにかくタイヤですね、走るたびに、まあ犯したりもするんで、状況によってはね、真夏の炎天下とかあんまりやんない方がいいとか、あと状況によってはこれ塗りすぎるとちょっと、うまく走らないっていうことも例外もあるんですけど、基本的にはほとんどの場合、このパーツクリーナーでですね、タイヤをしっかりと、洗浄こう浸透させてあげると、グリップレベルというのは明らかに上がって、その速く走る走らない以前のですね、気持ちよく走る走らないというところにすごく大きく関わってくるので、もしね、サーキットなんか何度か通われてるんだけど、まだパーツクリーナー持って行ってないっていう方はですね、ぜひ手に入れられて、この箱にしまわれてください。ただまあね、これ危険、ある程度危険物にもなりますし、可燃性強いものもでもあるので、まあ、取り扱いは自己責任でお願いいたします。あ、そうそうそう、イレギュラーイレギュラー、イレギュラー、これまた今度ちょっとこれはこれでお話しようと思うんですけど、これです、シンプルグリーンと、これはね、パーツクリーナーではなくて中性洗剤の、これは希釈してない現役タイプなんですけど、これね、バギーの競技バギーをやっている方、競技バギーをやっている方ですね。まあ競技バギーのタイヤとパーツクリーナーはあんまり拭くの見たことないし、やってる方もいるのかな、あんま見たことないんですけど、競技バギーのタイヤの表面をね、洗浄するのに、このシンプルグリーンという、これ一番代表的なものなんですけど、これ、薄めてですね、こう表面タイヤ塗ってあげたり、こう洗浄する、水のタッパの中にですね、ちょっと希釈してこうブラシでこすってあげるとですね、タイヤの表面非常に仕上がってね、非常に、グリップレベルがね、高くなります。まあケースバイケースですが、まあタイヤの表面もね、綺麗になったりとか気持ちいいってもあるんですけど、まあいろんな環境下で結構ね、これを使うっていう場面があると思うので、競技バギーを真剣にやっている方でしたら、これ一つ持っておいて損はないです。もちろんご自宅の、換気扇とかシンクの油汚れとかピット周りの掃除なんかでもですね、パーツクリーナーじゃなくてこれ使った方が取れる場合も多いのでね、そういった使い方ももちろん OK ですね。それではですね、今日の動画参考になったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。非常に励みになります。また Twitter、Insta、Facebook、SNS のフォローもお待ちしております。レディオガガのウェブショップもございますので、そちらもチェックしていただくと非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。